日本鹿児島県薩摩仙台市、中福良町中福良城は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町中福良町、川内市中福良町。郵便番号は895-0042。人口は756人、世帯数は267世帯。薩摩仙台市の本土側の南西部、熊野城川支流木谷川の上流域に位置している。 阿佐駅の北方から東部にかけては、熊野城町、南部には、小城江町、都町、西部には、青山町がそれぞれ接している。阿佐駅の中央部を、国道3号熊野城バイパスが南北に通り、鹿児島県道313号荒川川内線が東西に通っている。また、県道313号に沿って南端部を、木端谷川が東西に流れている。 北部にある大地は、二十歳として利用されている。1980年代頃に、地内の成岡で、熊野城バイパスを建設中に、旧石器時代から近世頃のものだと思われる、集落跡が見つかり、土器片や石器、陶磁器が発掘されている。中福良町という技ざ名は、川内町大技にしての生じ中福良に由来している。 1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町、町名改め小波区域変更により、大技にしてを廃止し、それの区域中時長野の内寺、霧島の内寺上原、松坂、西平、成岡、一丁丸、旗号、橋口、坂本、石原、川添、勝負毛立石、周の区域を、 中福良町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町を大あざにしての内あざ長野あざ、霧島あざ、上原、松坂、西平、成岡、一丁丸、旗郷、橋口、坂本、石原、川添、勝負網、立石、州の区域をもって、川内町の町、中福良町が設置された。翌日の2月11日には、 薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、稽道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、寺については、 原稿通りとすると協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。麻生駅内には駅は所在していない。最寄りの駅は熊野城駅である。 ありがとうございます。